どうも、シャーペンです。今回は、モンストで新しいクエストが降臨するときに、たびたび聞こえてくる言葉がありまして、クソクエという言葉ですね。まあ、このクソクエという言葉には、いろんな意味がありまして、単純につまんないだとか、難しすぎる、運ゲー要素が強いとか、そういう、いろんな悪い要素をまとめてクソクエと言われてると思うんですけども、全部が全部これだとは限らないと思うんですよね。モンストの中にもかなりいいクエストは僕はあると思うんですよ。なんで今回それを紹介しようかなと思います。モンストの両クエスト。一つ目、エレボス。これ結構最近のクエストだったんで、ちょっと印象に残ってるんですけども、反射貫通パネルがいっぱい出てきて、これを利用して、エレボスと壁の間とか、縦の間とかに入るクエストですね。でも結構火ダメが痛いんですけども、逆にこっちの殴り倍率も高くて、やられる前にやるっていうクエストの気がしますね、これは。で、これ楽しいんですよ。壁反射して、パネル踏んで挟まったり、もちろん直接も行けますし、いろんなルートがあるんですよね。これを考えるのが楽しいんですよ。何回も周回できましたね。ほんと久しぶりに両面作りましたもん。二つ目、蓬莱。ちょっと一気に飛んじゃいましたけど、爆裂に。これはね、結構いいクエストだと思いますね。本当に慣れるまではマジで難しいクエストだと思いますね。僕また初回降臨とか2回目降臨までは全然全く勝てる道筋が見えずにいつクリアできるんだと思ってたんですけど、本当だんだんとやるうちに慣れていったんですよ。完全手順系なんで、あとブロックの判定理解ゲー、これさえ覚えれば本当世界変わりますね。一回クリアするようになったらもうすぐできるようになって運極作成まで入りましたね。で、クエスト降臨してからね、鉄製キャラクターどんどん増えていってるんですけども、本当にそのぶっ壊れないというか、蓬莱の原型を留めたまま簡単になっていってるんで、これがいいんですよね。クエストのコンセプトは壊れずにだんだんと簡単になっていってるっていう、すごい珍しいパターンで、あと降臨キャラクターのジライアとかマグメルとかその辺が活躍してるのもいいですし、個人的には一番完成度が高いクエストなんじゃないかなと思いますね。最高。三つ目、エルドラド。普通に二周目爆裂はね、全員すごいんですよ。みんな楽しくて、しかもキャラクター自体の性能も良くて、最高の週だと思いますね、二周目爆裂は。その中でね、もう一手エルドラドを選んだんですけども、で、これは、貫通ゲーで弱点もないですし、回復もヒーリングボールなんで、本当に運要素が格段に減ってるんですよね。他のクエストに比べて。なんで本当に実力が試されてるというか、パワーアップオール3回触れるルートを考えるとか、そういうのがかなり重要になってると。で、ドラドも本当に適正キャラクターが、下手なキャラクター使うよりも赤シャとかつくよみが強くて、キャラゲー感も少ない。いいと思いますね、本当。で、最近情報修正入ってね、性能も良くなったんで、作ってない人いたら今からやってもいいと思いますね。で、最後4つ目、ヴィーラ究極。これ結構ちょっと賛否両論かもしれないですけども、単純にこれは発想力というか、普段避けたり対策が必要なダメージウォールをあえて触れに行かないとクエストに勝てないっていうね、すごい新鮮なことなんですよね。究極は貫通ゲーなんで、これもさっきと一緒で入れ板とかで事故ることもないんで、ただちょっとキャラゲーなのが難点ですね。ほんと小町さえ持ってればすごい楽しいクエストだなと思いますね。ということで、個人的にすごいいいクエスト4選でした。このクエストは本当にいつでもできますね。楽しいんで何回でもやれるということで、よかったらコメント欄からこれ以外の皆さんの楽しいとかいろいろ含めた両クエストを募集しております。あとぜひチャンネル登録していただけると、こんな感じで毎日もその動画投稿してるんで、よかったら登録していただけると、投稿していくモチベーションにもつながるんで、どうかよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。さよなら。